話してます。まあ前半戦は非常に混戦が、結果的に出てますんで、今から発表しますんで。確かにね、種目によって強いチームと弱いチームが点数に現れて、ジャブリックは中ファイチームが圧倒的に強かったです、はい、であと走る競技はさすがにドリームが非常に速くて、特にイエローチームはどうかな、まあ、リオのねシャトルランだとかカイトの徒競走とか、まあ、それが点数に反映されてるかなと。でそれで、まあ、実際の点数発表すると、まだ中間発表です。まず、第5位は、中ファイ85点、はい、で次4位、ブルーチーム95点、はい、で3位が、ドリティチーム107点、で、まあ、2位と1位、まず2位ね、2位はオレンジチーム113点、で1位はイエローチームの126点ということなんで、まあまだ逆転のチャンスあるし、まあ、最後のリレーも点数が非常に高いんで、まあ、最後まで諦めず逆転できるように頑張っていきましょう。じゃあ後半戦もよろしくお願いします。はい。